2019年最後のダイナミックグローブ第2試合はスーパーバンタム級の6回戦平均ジムの三尾谷幸喜と日本初上陸となるタイのトンテップテーアウンとの一戦です。ラウンド1今第1ラウンドゴングが鳴りました。赤コーナー帝拳ジムの白のトランクス三尾谷幸喜サウスポースタイルのボクサーとそして青コーナータイからやってきましたトンテプテアオン17歳のオーソドックスタイルの選手との一戦です。さあまずは互いにジャブをさあ仕掛けながら距離を取って相手の様子を伺っている第1ラウンドです。さあそして左右さあクリアしました。さあここは一度試合が止め今再開しました。さあジャブからの左ストレートまずは三尾谷が先制パンチを放ちました。さあさあそして左打っていきました三尾谷。さあ三尾谷幸喜帝拳ジム22歳の選手です。さあそして右ジャブからの左ストレート。さあ三尾谷幸喜この第1ラウンドは外国人選手データが少ないためまずは相手を見極めるためにしっかりと距離を取って右ジャブを使いながらしっかりと距離を見極めて研究したいと言っていました。その第1ラウンド宣言通り右ジャブを使いながら試合を展開している三尾谷そして左さあそして左右の連打打てるとか打っていくと言っている三尾谷幸喜です。右ジャブから左クリアしました。一方で相手のトンテップテアオン黒のトランクス青のそして三尾谷のコンビネーションクリアしました。さあそして右ジャブをクリアします三尾谷。タイのトンテップテアオンもここまで5戦3勝3 KO その勝利全てを KO で飾っている若さあふれるファイタースタイルのボクサーです。さあ第1ラウンド互いに様子を見ています。1分30秒切りました。さあ赤コーナー三尾谷幸喜さあそして左右の連打そして左そして右ジャブからの左のコンビネーションクリアします三尾谷幸喜そしてコンビネーション右そして左のストレートそして右。さあ宣言通り第1ラウンドは右ジャブを使いながらそして左そして左さあ左のボディクリアしますがここは一度レフェリーが距離を離します。サウスポースタイルの三尾谷対オーソドックスタイルのテイアオンの一戦テイアオンは初めて日本のリングに立って試合を行っています。そしてテイアオンの右さあ右服さあこの右のジャブで三尾谷一定の距離を保っています。試合残り40秒第1ラウンドです。さあそして左右左左右のコンビネーション三尾谷の左ボディがタイのテイアオンを捉えましたでしょうか。しかしここはまだまだ序盤互いに様子を伺っているという第1ラウンドスーパーバンタム級の6回戦です。三尾谷幸喜22歳対17歳のタイのトンテプテーオンの一戦。さあそしてトンテプテーオンも右服クリアしますがここはクリンチ。さあ残り10秒です。さあそして左右連打右そして左の連打です。さあそして右ジャブを繰り出している三尾谷そしてテーオンも右ここで第1ラウンド終了しました。さて赤コーナー帝拳ジムの三尾谷幸喜です。ジム入門前は名門作新学院ボクシング部に所属3年生の時関東準優勝を飾っています。そして今日の後楽園ホールには先手必勝という文字が書かれた横断幕が掲げられています。これは作新学院ボクシング部の武勲です。今日の試合第1ラウンドは相手の様子を見ているという状況ですが常に胸にはその先手必勝の文字が刻まれています。そして第2ラウンド始まりました。三尾谷幸喜対タイのトンテプテアオンの一戦第1ラウンド互いに様子を見ている状況ですがこの第2ラウンド試合が動くでしょうか。作新学院ボクシング部所属関東準優勝の経験を持つ三尾谷さあそしてテアオンも打っていたしかし左ボディ三尾谷の左ボディです。カウンターからの左ボディが炸裂しました。さあタイボクサーここまで5戦3勝 3KO とその勝利すべて KO で飾っているテイアオンに対しその三尾谷どう立ちはだかるでしょうか。
第2ラウンド自身の平井が炸裂してここも距離を詰めていった。第1ラウンドに比べその先手必勝の文字にふさわしい徐々に攻めていく様子を見せているミオヤ、左右の連打を打っていく。しかしテイアオンも足を使って相手のパンチを避けていきます。そして右左、さあ左右の連打、そして右、この右のジャブで相手の距離を見極めて、そして右、そしてシャイボリ、相手の距離を詰めにかかっています。ミオヤコウキです。1ラウンドで自分の理想の間合いは見極めたでしょうか。そしてここも右左側のコンビネーション、ミオヤコウキ第2ラウンドから攻めの姿勢を見せています。残り1分40秒切ってきました。さあ対するタイのテイアオン、さあボール打っていくミオヤ、しかしタイのトンテプテイアオンも今年の3月にデビューし、ここまで5戦3勝 3KO と繰り広げています。さあここは一度レフェリーが止めて今試合再開です。17歳の選手タイのテイアオンです。さあそして平井、平井ストレート、しかしテイアオンも負けじと打ち返していく。互いに距離を見極めながらミオヤ第2ラウンド少しずつ前で打っていく様子を見せています。そして平井左ストレート、ジムの小山トレーナーもこれからのミオヤの課題はいかに行けるところでしっかり前に行けるか、そして生まれ持った強いそのパンチのポテンシャルでその前に行く姿勢でいかに相手を封じられるかがこれからのミオヤの課題ですと、そう言っていました。その言葉通り第2ラウンドミオヤクオキ前に出始めています。前回9月の試合で自身初めての音、今一瞬オーソドックススタイルにスタイルを変えましたミオヤです。しかし基本はこのサウスポーのスタイルを貫いているミオヤ、さあここは距離を詰めて相手を打っています。サウスポーのミオヤ対オーソドックスのタイの17歳テイアオンとの一戦、残り30秒切って、そして互いに相打ち、しかしまだ互いにダウンはありません。どちらが先に有効打を打てるか。さあそして打ってきた、ドツンと強い音が響きました。残り10秒、第2ラウンドミオヤが前に出てきています。ここは玉鷲クリンチ、さあ残りわずか少ないかどうか。ここでゴングです。第2ラウンドが終了しました。青コーナーのトンテップテイアオン、タイバンコク出身の現在17歳の選手です。今年の3月にデビューを果たし、ここまで12月までに5戦3勝のキャリアを積んでいます。そしてそのうちの3勝すべて KO 率 100% を誇っている選手。しかし今のところそのテイアオン、その KO という若々しいその力まだミオヤには発揮していなく、ここからどんなボクシング繰り広げるのでしょうか。第3ラウンドが今始まりました。ミオヤコウキ、昨年度は同階級で東日本新人王にも輝いているミオヤです。それに対するのは17歳のトンテップテイアオン、対バンコクからやってきました。さあテイアオンの右、さあしかし負けじとミオヤも右左とコンビネーションを打って、そしてテイアオンが中距離、テイアオン距離を詰めていく。第3ラウンドからトンテップテイアオンも少しずつ前への攻めの姿勢見せ始めています。スーパーバンタム級の6回戦です。ここも距離が近い、距離が近い中でミオヤ右を打っていく。さあ距離を離した、サウスポースタイルのミオヤ対オーソドックスタイルのトンテップ、さあここは両者互いに打ち始めてきました。第3ラウンドここまでまだ互いにダウンはありません。そして左右コンビネーション、ミオヤのコンビネーションです。さあテイアオンもたまわず距離を詰める、このコンビネーションテイアオン嫌がっているか。さあしかし左、テイアオンも左、しかしミオヤいやいや効いていないぞといった表情。さあここは一度試合を止めます。さあとここで一度レフェリーから互いに注意が入っています。スーパーバンタム級の6回戦第3ラウンドです。さあここで試合再開、改めて互いにボクシングブローを打ち試合再開です。さあそして距離を詰めて打っていく、距離が近い。さあここまで第3ラウンドですが
明也も徐々に攻めの質を見せていますが、そして連打、左右の連打、さあボディを打っています。ダマーズここはクリーチ、さあ提案もこのコンビネーション、おっとここは倒れました。しかしここはスリップ、互いに様子を見極めながら、チャンスを伺いながら打つとこ攻めていく、そういった第3ラウンドです。さあそしてコンビネーションを打っていく、そして左左ボディ、明也の左、さあそしてここもダマーズクリンチだ。第3ラウンドまだ互いにダウンはありません。明也光輝、昨年度のスーパーバンタム級の東日本新人王の明也、それに対するのはタイの17歳トンテプテヤオン。さあ明也の左炸裂します。さあラスト1分を切ってきました第3ラウンド、スーパーバンタム級の6回戦です。そして左ボディ、おっと左ボディ少しぐらついたか、トンテプテヤオン、明也の左がボディを捉え少しふらつく様子を見せました。おっとこれは互いに相打ちだ。さあしかし右たまらず明也も打っていきます。相手の一瞬の隙を明也見逃さずしっかり狙っていこうというところ、第3ラウンド残り30秒切ってきました。サウスポースタイルの明也、さあサウスポースタイルです。右ジャブを駆使しながら後ろを見かけて、そして左ボディ、さあトンテプテヤオンも少し疲れた表情を見せ始めているか。そして左右の連打、コーナーに追い込んでいる。さあ10秒切ってきた左右の連打、さあテヤオンも少しパンチを嫌がっている。しかし明也の連打が止まらない。右ボディ左ボディ、ここで第3ラウンド終了しました。さあ第3ラウンドが終了しました。こちら帝拳ジムの明也光輝です。その表情にはまだ余力を残しているか、そういった表情です。一方タイのトンテプテヤオン選手、少し、顔が赤くなっているのが、確認できました。さあそのトンテプテヤオンに対し明也、ここからさらに攻めることができるでしょうか。ラウンド6ラウンドの試合後半戦第4ラウンドが今幕を開けました。サウスポースタイルの明也光輝22歳とタイの日本初上陸のトンテプテヤオン、タイの選手17歳との一戦です。さあ明也光輝、実はもともと右利きなのですが、ジムの OB でもあります元 WBC 世界スーパーバンタム級王者の西岡俊明さんに憧れて左利きサウスポースタイルに転向しました。その西岡さんも足を踏み入れたこの帝拳ジムに自らも入り、そして切磋琢磨し、昨年度は東日本の新人王、そして近い目標はランカー入りを目指し、今宵もこの後楽園ホールのリングに立っている明也光輝です。さあそして左ボディ、そして右連打、さあ連打上げる、さあどうだ、トンテプテヤオンを少し体をかがめた明也光輝、ここに来て前に出ています。さあ連打飛び出している明也、それまではなかなか前に行けず、それが自分の課題となっていた明也、そんな自分を打破したい、新たな自分に生まれ変わりたいと思い、今宵はリスタートの意味を込めて白のトランクスを履いて後楽園のリングに立っています。その明也、その言葉通り、それまで自分が出せなかった前へ行く姿勢、その姿勢を貫いてこの第4ラウンド果敢に相手トンテプテヤオンに攻めています明也光輝。さあそしてここでスタイルをオーソドックスに変えている。さあそしてコーナーに追い込んで打っている。さあここはたまらず止めました、ラウンたまらずレフェリー止めました。明也光輝第4ラウンド最後連打を仕掛け、最後トンテプテヤオンを圧倒し4ラウンド勝利を飾っています。さあタイのトンテプテヤオン選手、顔からは流血が見られています。第4ラウンドその先手必勝、作新学院ボクシング部の武勲のそのまま、自分から攻めるんだ、その姿勢の通り左右の連打から繰り出し、最後はトンテプテヤオンを沈めました。飯田哲也がこの試合をストップしたテクニカルノックアウトタイムは
4ラウンド1分31秒、4ラウンド1分31秒、 TKO 勝ちにより勝者赤コーナー三浦狂喜。三浦狂喜、見事タイの本格提案を4回 TKO 勝利に収めています。これでプロ7戦目、 KO ナーバこれで前回の初 KO に続き2つ目の KO 勝利となりました。さあ第4ラウンド、この左右の連打、さあ玉鷲トンテプテンを逃げますが、それでも追いかけて打ち続ける三浦狂喜。そしてこのコーナーに追い込んでの連打で玉鷲レフェリーストップをかけました。4ラウンド TKO 勝利です。